するがよい。これがこれからのお前の世界、宇津世と隔離世の境界、狭間の世界だ。それはこの地をさまよう死霊どもだ。死してなお生命に執着する亡者たち、お前の熱き血肉を欲して群れ集ってきた。こやつらにとってお前は暗闇の松明、さぞや愛おしく眩しげに映るだろう。これがこれからお前が歩まねばならぬ現実だ。肉の体には目にすることのかなわぬ異界、互いに重なりながら触れ合うことのない二つの世界の狭間にお前は立たねばならぬ。それが生贄の烙印を受けた者の定め。定め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 、うるせえってんだよ。下り顔で小田君に言えば、俺が取り殺されてからしてもらおうか。生贄だ、クモスだ、定めだ。小難しい理屈並べてんじゃねえぞ。要するにこいつは戦だ。いつもと何も変わっちゃいねえ。戦ってのは最後に立ってたもん勝ちなんだよ。いいか、てめえら今地獄に叩き返してやるから、あの顔色の悪い連中に言っとけ。見つけたのだ、もう一つの松明を。松明、キャスカ。
の職を生き延びたるは紛れもなくこの力ゆえ。ヤスカ、大丈夫か。その娘の子だ。その娘、子を宿して、おそらくあの新しきゴッドハンドによって。それじゃ殺しておいた方がいい。それは人の子。うるせえ。違う、こいつは魔物だ。仲間を食い殺し、そうか、塵になったわけではない。他の悪霊どもと同じ、いずれまたお前たちの前に姿を現う。さらばだ、人外どもを追うならばその烙印の導きだが、心するがいい。よき生贄の烙印、それは闇。ああ、ガッツは何も信じたくない。キャスカにない。ああ、ガッツ信じたくないけど、冷たい言い方だけど終わってねえ。高野ではまだ亡くなっちゃう。キャスカを頼む。俺たち、その日黙示録に曰く、五度太陽が、それはすなわち罪深き黒き羊たちの主にして、復讐、戦、理由は何でもよかったのかもしれない。ただ一つ確かなこと、今は俺の中の何かどす黒い凶暴なもの、ただそれだけがこの両足を支えている。前へ踏み出せとせき立てる。昔、北欧から、そこだよ、リャーキ。殺せるん、ドラ、おめえのお友達はドラゴンっていうのは。うちの父ちゃん、リケルトも